おはようございます。おはようございます。久しぶりじゃない？いや、そうなんです。黒さんには、はい、預かってるものがある。何それ？ジュエルさんから。あー、はいはいはい、よく見るやつだよね。そうですよ、これ。はい、指令書的なやつね。あね、これなんすか、これは。何も書いてねえじゃねえですか。キラキラですよ。キラキラね。これと、はい、もう一つ丼。今日はこれで釣れと。釣れると嬉しいな。うん、みんなね、みんなね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まあとにかくさ、ちょっと僕もまだ使ってないんで、水に出て楽しくやりますよ。ザ・バスフィッシング。特にこういう浅いとこはやっぱ浮力でちょっとかわしたりとかさ。で、今水温がもう17度ぐらいあるんで、うまくすればトップでも出るもんね。で、今日なんかだと、あれですけど、晴れた日なんかだと、太陽光で上から温まるんで、やっぱ上上っていうのは、あり得るよね。まあでも、食わせの間を与えるって意味では、ミのジャークベイトはありだから。ドバッとかでもいいんだけどね。うん。これ結構いいね。こうやってリズムよく投げれる。意外となんかレンズフィニッシュに注目が行きがちだけど、基本性能がしっかりしてるっぽい。おお、来たー。こんなのが来るとは予定外だけど。それっぽい。出れます。これ愛したかったですよ。なんか、いや、まあまあ、今年余裕の最小なんですけど。だって起きたって驚いちゃってるもん。こいつですよ。キラ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 。いいじゃない。ね。足臭い。足臭いっすよ。久しぶりに。なんや、釣れますな。使いやすいよ。あれ。はい。テンポよくやってますもんね。体感せよが体感できてます。ね、はい。で、ちょっとフローティングにしたのがいいかもね。あ、やっぱり。なるほどね。うん。これ何かに引っかかってるってわけで。あ、ではないですね。これ何？誘うような感じなんだ、では。そうですね。お、そう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 。で、やっぱり、なんて言うんだろう。ちょっと上目線いってるんで、トップまでは出ないけどっていう。で、目の前でピタッて止まるよりは、ちょっと逃げてくの、いってる感じがすごくする。で、逆に言うとあんだけしっぽいですよ。うん、うん。バイトの出方が。あ、もうだってギューンって持ってったもん。あれ、寝かかったかなぐらいの勢いだったよ。いいねー。こうやってジャンクベイトで釣れんの幸せだな。なんかでも新しいっぽい魚が入ってきてるから釣れそうですよ。まあジャークベイ、うん、まあジャークトゥイッチ。まあ構図は丁寧に。そうですね。動かすのと。ピタッて止まる、動かさないのをしっかり緩急をダラダラダラとかじゃなくて、その方がやっぱスイッチ入りやすいですよ、魚の。超嬉しいぜ。順調順調。おっしゃ、おー、すげえ、連発したよ。いいよ、これ。おー、いいぞ。
いいもん。よいしょ。おてる。なんか見たことある。よいしょ。すごい。はい、エルバスミノ。なんだ、これみたいな。ね、はい、俺今日初めて使ったんだけど。マジですか。はいはいはい。体感していただけますか。ああ、忘れとったね、そのそのお題ね、体感やったね。おいいじゃないですか。これこれいい食べ方してません。ね、これもう絶対好きでしょ。エルバスね。でも2発とも食いがいいね。前からね、グイーンって食ってるから。お、来た来た来た。なんか違うの釣れた。うわ、来た。これすげえな。すげえな。なんどう見ても魚の方がでかい。なんかすごいよ。やれるな。たくさん釣れる。しかし久しぶりに見たな、こんないい色のブルーギル。ねえ。ちょっと婚姻色、はい、エルバスすごいです。エルギルか、はい、まあでも、はい、フィッシュイーターとかさ、こういうやつがやっぱり釣れるって波動だったりとかが合ってるんで、意外と琵琶湖だとほらブルーギル、あギルかってバカにしちゃう人いるんですけど、まあソフトベイトは置いといて、こういうギルが反応するハードベイトっていうのは結構合ってますからね。イエーイ。俺も久しぶりに釣ったな。こういうシチュエーションでザ・バスフィッシングしてるみたいに楽しいよね。やりたかったんですよ、ちょっとこういうインサイドゲーム。フローティングね、全部ポーズの時ギャーンって持っていくもんね。なんかザ・バスフィッシングですよ、うん、こういうちょっと濁ったシャローとかでも呼べるぐらい、ちょっとこのファットな部分、まあレンズフィニッシュも効いてるのかもね。ステッキ、うん、怒っちゃってるね、なんか出たてで。なんとか釣れましたね。はい、活躍してくれた子います。ね、すげえ気に入ったのがこのこれですね。エルバスジャークベイト 80F 80mm サイズのフローティングタイプのジャークベイトですね。でまあほらエルバス僕も今日初めて使って投げてっていうとこなんだけど、まあどちらかというとメインレイクのね、広いところで大きいバスっていうよりはこういう狭いところ、まあやったとこが今日はそんなで、サイズ感もやっぱりこう小ぶりな感じのやつが多いじゃないですか、フルサイズじゃなくて。でレンジなんかも結構浅いのとかも多いんで、まあやっぱおかっぱりの方とか小場所とかリザーバーとか使いやすいですね。で、まあ特にこのジャークベイトなんかは、ちっちゃい割にはちょっと太っちょなんですよね。ファットボディなんで、水押しが良くて、まあ使いやすかったかなと。
まあ、あと俺、ちょっと個人的にはさ、こういうなんかエビとかで釣りたかったんだけど、今回あんま登場のタイミングなかったんで、今度こういうのでも、ちょっと釣ってみたいな、みたいな。あとはね、今日残念ながらそのクランクベイト、シャローとかミドルのクランクベイトがちょっと間に合わなかったんで、まだ今開発中というか、まあできてるんでしょうけど、なかなかちょっと間に合わなかったんで、それが残念。まあでも、ジャークベイトはね、いい働きしたから。どうすか、まあ、合格いただけませんか、逆に、俺のミッションとして。クロスミッション完了ですよ。まあ、はい、はい。なんとか、いいんじゃないかなと。タックルなんですけど、結構、やっぱルアーのサイズだったり、ルアーの動きに対してタックルバランスって結構重要なんですよね。で、今回は 6.3 フィートの L パワーのプロトタイプの、まだちょっと開発中の僕自身作ってるロッドですね。で、ラインが TB カーボンバス、フロロカーボンの12ポンド。で、リールがね、ダイワさんのスティーズ A かな。ギア比は 6.3。まあ、こういうちょっと軽めなルアーとかちっちゃいルアーに投げやすいセッティングだったりっていう風になってます。どうしてもね、長くて硬い竿だとちょっとちっちゃめの軽めのルアーはキャストしづらいんで、もっと柔らかくてもいいかな。もっと短くて6フィート前後ぐらいで、まあおかっぱりなんかだったらもうちょっとラインは太くてもいいのかな。ルアーを回収したりとか、カバーのとこで魚抜き上げたりするので、その辺は変えていただいた方がいい。まあ今日の感じでいくと、エルバスは魚が非常に釣りやすいかな。だからハードベイトでこう抵抗がある人とか、いや、いきなり十何センチのミノーとか、ね、ディープクランクはちょっとっていう人には結構おすすめなシリーズ。で、あとはまあ、ね、状況に合わせてジャックベイトだったり、クランクベイトだったり、バイブレーションだったりっていうのが使いやすいと思いますんでね。エルバスを体感せよ。まあ、体感できたんじゃないですか。はい。というわけで、お疲れ様でした。また次回。